はい、どうも皆さんこんにちは。サーディーの河野玄斗です。今回はですね、京都大学後期のかなり変わった面白い問題を扱っていきます。どのように変わってるかというと、この丸2番を見てください。あなたの好きな自然数 N を一つ決めて GN を求めよ。その GN の値をこの設問におけるあなたの得点とすると、要は好きな自然数 N ね、もう好きなの選んで、それで GN 求めたらそれがあなたの得点だよっていうふうに言ってるんですよ。このようにこの問題はですね、自分の点数を自分で好きなように決められる問題なんです。そういった意味でね、まあ、かなりね伝説の問題となってるわけなんですけど、実は落とし穴があって、自分は N3 が好きだ、求めてみよう、 GN 求めたら0、0点、じゃあ N5 が好きだから5やってみよう、0点、1、0点、2、0点と、もうね、ほとんどの場合0点になってしまうんですよ。なのでこれね、泥沼にはまってしまう恐れのあるかなり恐ろしい問題でもあったんですね。ただですね、この問題しっかりとね整理ができれば、まあ、そんなに難しい問題ではないので、必ず取ってほしい問題ですし、あとは整数問題でね、均質の余りについてすごく大事な考え方、テクニックっていうものがギュッと詰まってるので、ぜひねこの動画を通してその考え方を学んでもらえたら嬉しいです。はい、それでは早速やっていきましょう。まずは丸1番から見ていきます。丸1番は FN だけが出てくるんですけど、 FN っていうのは N を7で割った余りと、で、すべての自然数 N に対して F の N の7乗イコール FN を示せと。要はこの N の7乗を7で割った時の余りと N を7で割った時の余りが等しいことを示せと。まあ、これを合同式的に書くと、まあ、モッド7の元で N の7乗と N が合同ですよと、ね、7で割った時の余りが等しいことを示したいっていうことですね。まあ、これどう示すかというと、まあ、これはね移項してあげて、結局 N の7乗引く N が7で割り切れることと同値で、まあ、この N7 乗引く N は因数分解できますよね。まずは N でくくってあげて、で次に N6 乗マイナス1っていうのは、まあ、2乗引く2乗に分けて、そしたら3乗足す1と3乗引く1に分かれるので、そこもそれぞれね因数分解してあげると、このようにね変形することができるわけですね。あとはこれが7の倍数であることを示していきたいんですけど、どういうふうに考えればいいかというと、ね、7で割った時の余りに着目しているので、N が7で割った時の余りにで分類して考えてあげますよね。すなわち N が7で割った時の余りが0、1、2、3、4、5、6と、ね、7で割った時の余りなんで0から6の7通り考えられますよね。でこの7通りについてそれぞれ、まあ、この式が0で割り切れるということを考えていきたい。まあ、例えば N 合同0の場合は N が当然7で割り切れるし、 N 合同1の場合は N 引く1が、まあ、N 合同2の場合は N 2乗足す2、 N 足す1っていうのは2の2乗足す2足す1で7になって、7で割り切れるなっていうことがわかるっていうのをそれぞれ見ていくわけですね。まあ、これでね求めることはできるんですけど、ここで1個テクニックを紹介します。まあ、0、1、2、3、4、5、6っていうふうに見てあげてもいいんですけど、これね有名なテクニックとして4っていうのをマイナス3、5をマイナス2、6をマイナス1というふうに見てあげることもできるわけですね。6とマイナス1は合同ですね。7引くだけだから。まあこうすることによって結局 N がモッド7の元で0、プラスマイナス1、プラスマイナス2、プラスマイナス3の場合について調べればいいということがわかるわけです。こういうふうに考えることのメリットとしては、まあ6っていう大きな数字が出てこないっていうことに加えて、まあプラスマイナス、符号が違うだけなんで、まあ計算がね、プラス1の場合とマイナス1の場合で同じ場合っていうのがたくさんね、作ることができるっていうことで、まあ計算を簡略化できるんですね。まあ具体的には、例えば N の2乗を考えてあげると、プラスマイナス1どっちも1になりますよね。ということで、まあこのように場合分けする考え方もしっかりと押さえておいてください。これを使うと、まあ0をね、こっちに入れてあげてもいいんだけど、実はね、n かっこ n6 乗マイナス1っていう、中途半端に因数分解した式に戻してあげた方が楽だったりするんですね。n 合同0の場合っていうのは、まあこの第1項の n の方が当然7の倍数だし、n 合同プラスマイナス1の場合っていうのは、ね、あとは n6 乗マイナス1っていうことを見ていきたいんだけど、N 合同プラスマイナス1の場合は1の6乗マイナス1になって、
n 合同プラスマイナス2の場合は2の6乗マイナス1になって、プラスマイナス3の場合は3の6乗マイナス1になると、まあ、あとはそれぞれ計算してあげれば、まあ、これは0、これは63で、これは3の6乗マイナス1っていうのは、まあ、3の3乗引く1と3の3乗足す1に分けることによって 26×28 っていう形になるから、まあ、結局全部7の倍数になりますよね。0。で、これ 7×9。これはね、28が7の倍数だから全部7の倍数。よって、すべての場合において、これがね、示されるわけだから、n7 乗合同 n、すなわち、n7 乗7で割った時の余りと、n を7で割った時の余りは等しいですよ、ということが言えるわけです。よろしいですかね。まあ、こんな感じで、n をね、しっかりと7で割った時の余りに場合分けして、まあ、工夫してね、求められたらいいかなと思います。それでは本題の丸2番。あなたの好きな自然数 n を一つ決めて gn を求めよう。この gn の値をこの設問におけるあなたの得点とすると、まずは gn が何かっていうと、まあ、このシグマを書き下してあげましょう。まあ、このようにね、変形できるので、結局1の n 乗から7の n 乗まで足してあげたものを7で割った余り、ね、これを7で割った時の余りを考えてくださいね。それを3倍したら GN になりますよっていうことですよ。まあ、つまり結局はね、これを7で割った時の余りが一番大きくなる時っていつなのっていうことがね、ポイントなわけですよね。この7で割った時の余りの最大値を求めたい。まあ当然ね、7で割った時の余りなんで、どんなに大きくても6と。だから、このね、点数の配点としては、3×6 の18点がマックスではあるんだけど、まあ6となるよね。n が存在するとは限らないので、まあそれは調べていくしかないと。じゃあ、どういうふうに考えるのって言ったら、まあこれね、7で割った時の余りだから、これをモッド7の元で考えていきますよね。そうすると、まあ1の n 乗はそのまま、2の n 乗もそのまま、3の n 乗もそのまま。で、4の n 乗以降なんですけど、先ほどのテクニックを使ってあげましょう。4っていうのをマイナス3の n 乗と、5もマイナス2の n 乗、6もマイナス1と、このように変換してあげる。で、7のね、n 乗は消えますよね。7で割った時の余りは。こうすることによって、1の n 乗とマイナス1の n 乗、2の n 乗とマイナス2の n 乗、3の n 乗とマイナス3の n 乗のセットを作ることができるわけです。すると、これね、n が奇数の時、n が奇数の時は、当然1の n 乗とマイナス1の n 乗は、符号が入れ替わって絶対値が等しい2つのね、数の組み合わせになるわけだから、足すと0になりますよね。足すと0、足すと0、足すと0。すなわち、n が奇数の時は、必ず gn っていうのは0になってしまいますよと。こういうふうに言えるわけですね。なので、あとは n が偶数の時だけ調べればいいということがわかる。まあ、こんな感じでね、このテクニックを使うだけで、考えなきゃいけない n のね、数っていうのを半分に減らすことができるわけ。じゃあ n が偶数の時どうなるかっていうと、結局マイナス1の n 乗って1の n 乗、マイナス2の n 乗も2の n 乗みたいな感じでマイナスが外れるわけだから、結局1の n 乗、2の n 乗、3の n 乗の2倍というふうに変形することができますね。ここまで来たらあとはもう勝ちです。順番に調べていきましょう。で、注意しなきゃいけないのが n が偶数の時なので、n が2の場合、4の場合、6の場合っていう風に順番に調べていくと。そうすると、まあこれね、mod 7の元で1の n 乗っていうのがどういう風になるかというと、まあ当然1だね。1の n 乗っていうのは1、1、1と繰り返されていくんだけど、2の n 乗はどうなるかというと、n が1の時は2、その次は4、その次は8になって7で割った時の余りは1と。だから2、4、1が繰り返されるわけですね。で、3の n 乗については3。で、次は9なんだけど、7で割った時の余りは2と。で、次が6。で、6×3 は18で、それを7で割った時の余りっていうのは4。っていう風に繰り返していくと、まあ、3264513264 3264 と。この繰り返しになりますよと。そうすると、n が2の時っていうのは142の和。n が4っていうのは124の和。n が6の時は111の和と。まあ、このようになって、そうするとね、まあ、あとは足してあげると、n が2の時は7になって7で割った時の余りは0とね。
同じように N が4の時は1、2、4で7になるから、まあ、0ですよと。で、N が6の時は3というふうになるわけ。よって N が6の時はこの1の N 乗足す2の N 乗足す3の N 乗は7で割った時の余りが3、すなわちそれを2倍すると7で割った時の余りは6。よって GN っていうのはそれを3倍してあげて18になりますよと。これでね、マックスの18点をゲットすることができるわけです。よろしいですかね。まあ、こんな感じでこの問題はシグマをね、しっかりと書き下してあげて、元7の元で考えていく。その時に4をマイナス3っていう風に置き換えてあげることによって、ペアを作りましょう。で、ペアを作ったらかなり簡略化できるわけだから、あとはこれをね、規則性に従って、まあ、しっかりとね、調べてあげれば、簡単にね、N は6っていうのが見つかって、答え18点をもらうことができるわけです。よろしいですかね。まあ、こんな感じでね、この問題は解けるんですけど、最後に、この1はね、結局何だったのかっていうことだけね、軽く触れておきます。まあ、この N7 乗合同 N っていうことを示したことによって、結局 N イコール1から6の場合だけ調べればいいよっていうことが言えるんですね。なぜかというと、まあ、このね、式から何が言えるかって言ったら、この両辺に N の K-1 乗をかけてあげると、まあ、N の K プラス6乗合同 N の K 乗っていうふうに言えるんですね。まあ、これは、K は自然ですね。そうすると、まあ、結局、まあ、この1の N 乗の N に例えば10とかを入れてあげたとした場合、まあ、この式から1の10乗っていうのは1の4乗とすべて合同、3の10乗も3の4乗と合同みたいな感じで7以上のものが出てきたら、それを6減らしても、まあ、結局ね、7で割った時の余りは同じだよっていうふうに言えるわけですよ。だから結局6減らして6減らして6減らしてっていう風に繰り返していくと、まあ最終的には1から6のね、範囲に収まるということが言えるわけです。まあちなみにもっと言うと、N とこの元7ね、方王が互いに素であれば、この両辺を N で割ることができて、N の6乗っていうのは絶対ね、7で割った時の余りが1になるよっていう風に言えるので、まあそれはここに表れてますよね。これを使ってこの問題ね、さらに簡略化することもできます。まあ、とにかくね、この問題では4とか5とか6っていうのをマイナスに持っていく、そういったテクニックをぜひね、皆さんには学んでほしいなと思います。今後もね、こういった面白い動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。